今回紹介するのは「昼顔」という本ですお互いに結婚していながら惹かれ愛や愛し合うようになったシャワーと北の、その関係はいつしか明るみになり別れざるを得なくなってしまったあれから3年運命のいたずらか再び巡り合う2人あの時に交わした愛を忘れられずどちらからともなく大瀬を重ねていくそんな中 二人の前に現れたのは2017年6月10日公開の映画「昼顔を完全のベライズ」。神あ綾、斉藤光、伊藤、あゆみ、平山博之豪華キャストが紡ぐ映像世界を小説で再現。ドラマ版で許されない恋に落ちたシャワと北野の三年後を描く衝撃のラストに、 涙が止まらない一気に約1時間半ほどで読み終えましたシャワちゃんと北野先生不器用な二人のラブストーリー物足りなさがでもそれはそれなりに良かったです以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします